404です。今回はこちらです。カプセルプラレールと私、51回目です。前回記念すべき50回目を迎えまして、今後のことについてちょっとだけ考えてみました。その結果、一部ルールを変更しようと思います。まずルール1のカプセルプラレールを買うときは1日1個までというものなんですが、万が一所持しているものと同じものが出た場合は別のものが出るまで買えるというように補足を入れたいと思います。そしてルール2の同じ車両が出たらそのシリーズのカプセルプラレールは購入禁止というものなんですが、こちらはこのように書き方を変えます。ちょっとわかりづらいと思うので簡単に説明しますと、全く違うシリーズなのに同じ車両がラインナップに含まれているケースがあるんですよ。トーマスシリーズで言うと客車とかですね。そういったものは所持しているものと同じものでも別シリーズであればセーフということになります。またルール2にも補足が入ります。キャンペーン商品、今なら特別に入ってるっていう商品ですね。そういったものはたとえ車両が被ったとしてもセーフとさせていただきます。まあいろいろ考えるとめんどくさくなっちゃうので、キャンペーンに関してはこういった甘々な設定にさせていただきます。なぜそのようなルール変更をするのかというと、ここ最近1回の動画で2個開封することが多かったんですよ。要するに被ってしまって翌日以降また新しいものを購入してきて開封するということをやってたんですけど、それだと撮影に2日以上の時間がかかってしまうんですね。私としましては1回の動画を1日で撮り終えたいんですね。なので次購入してくるまで動画の撮影が続けられないという状態になると、動画の編集作業などもそこでストップしてしまいますし、効率よく動画をアップできない状態になってしまうので、まあちょっと甘いかなとも思ったんですけど、そのような形を取らせていただきたいと思います。というわけで今回やってきたのはこちら、トーマス&フレンズカプセルプラレール女の子機関車大活躍編です。ラインナップはこんな感じとなっております。こちらもなかなか泥仕合を見せてるシリーズですね。一向に女の子が出てこないという悲惨な状態になっております。果たして今回はどうなんでしょうかね。早速開けていきましょう。いきます、せーの、よっと。お、これはね、明らかに車両ですよね。ついにやってきたんじゃないんですか、女の子が。どうでしょう。今回当たったのはヘンリエッタです。ヘンリエッタって女の子の名前じゃないですか。顔がついてた、ほら。え、でもこれ女の子、女の子なのか、どうなんだ。他にシールも入っていたんですけど、こちらにもヘンリエッタと書いてありますね。とりあえず貼り付けて完成させてみましょう。はい、シールを貼ってみました。こちらの前方と後方ですね。そしてヘンリエッタさんのことを少しだけ調べてみたところ、トーマスシリーズ初の客車のおばあさんなんだそうです。気品と知性を備え持つ淑女とも書いてありました。なので私が持ってるクララベルさんよりはだいぶ年上の女性なんじゃないかなと思われます。いやー、本当我が家に来てくださってありがとうございます。それでは近くで見ていきましょう。まずは前方からです。手前には柵のようなものがあって結構凝った作りをしていますね。おそらく外に出て景色を楽しめるようなデッキになってるんだと思われます。なかなかおしゃれな作りなんですが、この柵のせいでね、お顔がちょっと見えづらいんですよね。細眉でクリッとした目をしていますね。
着地はちょっと角度的に捉えきれないんですけど、ニコッとした形の口元になっています。そしてサイドはこんな感じ。窓の部分はくり抜かれています。おそらく木でできているんじゃないかなと思われます。そして前後にはデッキに上がるためのステップっていうのかな、そういったものがついています。反対側も同じですね。後ろ側はこんな感じ。前方と同じでおしゃれな柵がついています。上の方はこんな感じ、薄いグレーで塗装されています。下はこんな感じ、車輪はグレーですね。なかなか高級感があっておしゃれな客車ですよね。確かに気品と知性を備え持った淑女っていう感じがします。はい、セッティングしてみました。今回はこちらのビクターに引っ張ってもらいたいと思います。いきまーす。はい、というわけで今回はトーマス&フレンズカプセルプラレール女の子機関車大活躍編のヘンリエッタが当たりました。ようやく女の子が登場してくれました。女の子といっても大人の女性ですけどね。本当に凝った作りをしていますよね。ゼンマイ車に負けないくらいの存在感があると思います。この調子で他の女の子も手に入れていって、もっともっと華やかに賑やかにしていきたいと思います。そして新しいルールになりましたので、もっともっとカプセルプラレールと私の動画をアップできるように頑張っていきたいと思います。今回は以上です。それではまた次の動画でお会いしましょう。404でした。バイバイ。